JAXA 宇宙飛行士若田光一。若田はこれまでにない使命を帯びて宇宙船に乗り込もうとしていた。日本人史上最長188日間の宇宙滞在、そして日本人初となる国際宇宙ステーション船長への就任も決まっている。先人たちから受け継がれてきた日本の有人宇宙開発の未来を背負い、4度目の空へ。Three crew members, Koichi Wakata. これは日本の有人宇宙開発の歴史に新たな一歩を踏み出した若田光一188日間の記録である。地上およそ400キロ上空を周回する国際宇宙ステーション、通称 ISS。 世界15カ国が協力し合い作り上げた人類史上最大の宇宙施設だ。打ち上げから6時間後、若田たちを乗せたソユーズが国際宇宙ステーションに到着。午後9時44分、若田は4年ぶりにこの場所に戻ってきた。前仕事してた職場に戻ったような感じで、無重力を体がね覚えてるみたいな感じで、まあもう本当に今日から、仕事をバリバリやりたいなと。こうして若田の宇宙滞在が始まった。ミッションの後半には船長への就任が予定されている。それまでの間はオレッグ・コトフ船長の下で世界各国の実験や国際宇宙ステーションの運用業務に専念することになる。4年前、希望日本実験棟の最終組み立てミッションに携わった若田は、今回より設備が充実した希望で本格的に運用を行うことになった。希望日本実験棟とは、日本が独自に開発した国際宇宙ステーションの中で最大級の有人実験施設だ。船内の実験室だけでなく、唯一の船外実験プラットフォームや独自のロボットアームを備え、実験に限らない多彩な活動を行うことができる。皆さん、このバッグの中身は何だと思いますか？この中身はキューブサットと呼ばれる超小型衛星です。若田の最初の大きなミッションは超小型衛星の放出だ。希望日本実験棟のエアロックから超小型衛星を船外に搬送し、専用の衛星放出機構を使って衛星軌道に乗せるというものだ。日本が独自に実用化したこのシステムによって、低コストでしかも安全に衛星軌道に乗せることができるようになった。若田は地上スタッフと連携を取りながら軌道上から衛星の放出をサポート。超小型衛星を軌道に投入することに成功した。実用化の段階に入った衛星放出機構によって宇宙利用の裾野はさらに広がっていくはずだ。滞在20日目、希望での実験も続けられていた。若田は地上にいる研究者たちの目や手となり実験をサポート。この日は白犬ナズナを宇宙空間で発芽させて、植物の成長に重力がどのような影響を及ぼしているのかを調べていた。
希望から刻々と送られてくるデータに研究者たちの期待が膨らんでいく。さらに今回のミッションの目玉の一つである超高感度 4K カメラによる撮影も実施。日本の映像技術が搭載されたカメラで日本上空の様子やオーロラなど超高精細な映像を撮影し地球に届けた。順調に続いていた宇宙滞在に予期せぬ出来事が起こったのは36日目のことだった。国際宇宙ステーションの熱制御システムに異常が発生。船内の熱を宇宙空間に放出できなくなり、宇宙ステーションのシステムや希望の実験機器も一時停止せざるを得なくなった。急遽船外活動によるポンプモジュールの交換が行われることになる。予定にはない緊急の対応だ。船外活動の1日目です。アストラキオさんとホプキンスが船外活動をしていますけれども、私は SSRMS カナダアーム2を使って彼らの船外活動を支援しています。船外活動当日、若田は船内からロボットアームを操作し、交換モジュールと2人の船外活動クルーを支援した。若田はこのロボットアーム操作のスペシャリストだ。 NASA で教官の経験もある若田は、他のクルーが見守る中、慎重かつ的確にアームを操作し、システムの復旧に大きく貢献した。若田のロボットアーム操作は補給船の到着時にも遺憾なく発揮される。滞在67日目には日本の通信システムが採用されたアメリカの補給船シグナスが到着。日本の宇宙ステーション補給機コウノトリの運用管制チームとも連携し、若田はロボットアームでシグナスの取り付けを成功させた。国際宇宙ステーション滞在中、実にさまざまな業務にエネルギッシュに、そして懸命に関わっていった若田。宇宙ステーションの搭乗員たち、そして世界各国の地上スタッフとの絆はより一層強固になっていった。国際宇宙ステーションの中で迎えた2014年元旦、若田が書き初めで書いたのは和の心。それはおよそ20年前、若田が宇宙飛行士となり数々のミッションを経験していく中でたどり着いたモットーだった。その若田がいよいよ日本人初の船長へと就任する日が近づいてきた。 Thank you。滞在123日目、オレッグ船長から若田へ指揮権が移された。 ISS という国際協力プロジェクトの中で和の心を大切にして、相手を思いやり、そして調和の中からベストな結果を生み出す、世界の中の日本らしさを持って船長業務に、当たりたいと思っています。和の心を掲げた若田船長の活動がスタートした。国際宇宙ステーションの船長は滞在しているクルー全体の指揮官として、ミッション実施の司令塔としての役割やクルーの安全管理、地上管制官とのスケジュール調整などを行う。そして万が一地上との連絡が取れなくなるといった緊急時には、独自の判断でクルーの安全を守り行動する権限を持つのだ。若田の船長業務は順調にスタートした。滞在142日目、
第39次長期滞在クルー3名を船長として迎え入れた。その後、避難ルートなど船内の安全に関するオリエンテーションも実施した。滞在165日目、打ち上げの延期が続いていたアメリカの補給船ドラゴンが到着。若田はロボットアームを操作し、ドラゴン補給船のキャプチャを成功させた。そして滞在168日目、船外装置の交換のため船外活動が実施された。若田は船長としてミッションを指揮、クルー、そして地上管制チームとの連携を図りながら確実にミッションを遂行した。さらにこの日はロシアの補給船の新型ドッキングシステムの試験も行われていた。若田は先日の補給船からの物資の搬入や実験、さらには同僚クルーの体調など複雑に絡み合うスケジュールを数日前から調整してこの日を乗り切った。 OK, sounds great. Thanks again, Wills. Have a good evening. Really stole the stress. 船長若田は特に食事の時間を大事にした。度重なる計画の変更が起きても、こうしたリラックスした場でコミュニケーションを密に取り、メンバーの士気を維持していった。もちろん船長業務をこなしながら実験も続けられていた。この日若田が手にしていたのは発芽したキュウリの種。これを使って植物の根が水分の多い方向に伸びていく仕組みを解明していく。若田が滞在中、希望日本実験棟で行われた実験は多岐にわたる。タンパク質や細胞といった生命科学に関する研究だけでなく、結晶が成長する仕組みや対流現象を解明する実験なども行った。さらにアメリカ、ロシア、ヨーロッパのさまざまな実験にも協力している。微小重力下での基礎的な実験の積み重ねから私たちの生活を豊かにする技術や製品が生まれていく。そしてついに若田が地球に戻る日がやってきた。帰還に先立って行われた船長交代式。次の船長スティーブン・スワンソン宇宙飛行士に指揮権が移された。Thank you very much. Your leadership was fantastic on increment 39. You set an example that is going to be very hard to match. You were just wonderful. Your diligence, your endless energy, your desire to make the station as best as it possibly could be, it was just a pleasure to watch. こうして若田は国際宇宙ステーションを後にした。日本人初の船長として66日間を全う。同時に日本人の宇宙滞在記録を更新するおよそ188日の滞在となった。和の心を大切にしてこの半年間私は仕事をしてきましたけれども、やはりその世界各国の地上管制局そしてクルーが力を合わせることによって素晴らしい宇宙ステーションの運用の成果がねもたらされるんだなということを実感した日々でした。 JAXA 宇宙飛行士若田光一が今回のフライトで残した足跡はやがて第2第3の日本人船長の誕生につながるだろう。そして
今後の日本の有人宇宙開発の発展に大きく貢献していく。